皆さんこんにちは小指の思い出演出の藤田貴弘です中学校3年生の時に、うん、と自宅で VHS で見ましたねそれが半身だったかなその後にのけものを,たり手を見てでその後に小指だったかな、まあ、やっぱり正直最初見てた見,見た時は何のことかわからなかったんだけどでもやっぱりその舞台で扱われている ギミックだったり言葉の扱われ方とかその言葉の連鎖の仕方みたいなのは、まあ、そ,のとその当時見てもうと新しいだろうなっていうことは、まあ、地方の中学生高校生みたいな年齢だったんだけどあって僕は大学はやっぱり平田織沙さんに教わってきていたのでやっぱり野田さんとはちょっと違う方向で、まあ、最初は作劇を始めたんだけど。 僕が演劇に出会った時から何かしら見てた野田さんの舞台っていうのがやっぱり影響というかっていうのがありますね、まあ、細かく言えばその場面転換の仕方とか場面の,そのつなげ方とかそういうのはやっぱり影響はどうしたって受けてるんだとは思うんですよね。その野田ささんんののの作品だだっったたたたたら何やりたいのって何ややりりいのみたいいいてみなな言い方されたんだよな <laughs> その時に真っ先に答えたのがやっぱ「小指の思い出」を僕はいつかやってみたいと思ってたっていうことと「小指の思い出」で野田さんがやっていた役を雨アさんにやっていただきたいっていうことはもうあったっていうこととそれの生まれ変わりの役として青柳泉みでやりたいっていうことはもうその3点はもう最初にお伝えしてではやりましょうっていうことで。 小指の思い出っていうのは当たり屋の話だったりしてその車にぶつかりに行くっていう、まあ、本当に、まあ、シンプルな劇構造が一つあると思うんですけれども自転車に乗ってたところに車に突っ込まれてでそれで、えっと、雨屋さんが地面に落下する3秒間の話を、えっと、雨屋さんと2人で作ったことがあって。 でとその時からなんとなく、まあ、その舞台に青柳泉も出ていてでとそのことと、まあ、同時にこれって「小指の思い出」っていう僕が中学校3年生の時に VHS で見たあの舞台となんとなくつながってるんではないかっていうことは、まあ、どっかでふと考えた時はあったんですよね。 性別の差みたいな性、性別がないものとして舞台にいてほしいっていうのはすごいあって絵として、まあ、性別が云々とか例えばイケメンがどうのとかそういうことじゃなくて、うん、と見れる人みたいなことがやっぱり僕の作品にはなじむと思っていて皆さん是非劇場へお越しくださいお待ちしています。